さあ、ということでね。うん、何のお話し,しましょうか <laughs> え、なんでもう聞いてもくれないのんあ、何のお話しするかうん、何のお話し,しましょうかねじゃあさ、俺さ、いいいいよ。うん、<つ>お、いいよ。ちょっとメール読んでいいですか <laughs> え、ちょっと待ってよ今日用意してきたじゃん、俺。してきたじゃんって、俺がね。 一つだけ見る一つだけ見えるように。JJ ネームよっちママさんから頂きました。並川さん、皆さん、バードゴーバードゴーガッチャマンクラーズ毎週楽しみに拝見しています。はじめちゃんのふわふわ、キラキラした感じと、菅野くんのまっすぐな性格。二人のやりとりがテンポ良くて大好きです。ところで、私は人、最近人生最大の修羅場を迎えました。あら、どうしたちょっとばかし重い話で申し訳ないのですが、少し前に旦那の浮気が発覚。相手女性と、 旦那と私で三者面談え、え、何、何、ちょっと待って,待ってその、<laughs> その後、子供を幼稚園に送るため、歩いているところに、浮気相手の女性と鉢合わせ。うん。同じ町内で徒歩1分ほどのところに住んでいることが発覚。しっけ。昼ドラのようでした。いや、もうそうだけど、遅刻ね。これって、宮野さん演じるベルクカッツェの大好きな、飯うまーな展開ですよね。ちょっと、わかおっしゃってる意味がわか,かんないですけど、飯 <laughs> うまなの、それ。そこで、 ナミカさんにお願いがあります。お願い昇進の私のために、うん、今週の、ト突爆笑トークをおなしあす。<laughs> マジかそんなふうに嘘でしょナミカさん。ナミカさん。<laughs> あのー、えー、よっちままさんと僕も同じ気味、おなしあす。<laughs> 同じ気持ちおなしす、同じハース。こっちママさんと僕から同じハース。今 <laughs> <laughs> ね、同じハスの言い方もね、相当すごいね。こんなにバリエーションあると思うもな。嘘、<laughs> 重っいや、そこはいいので、あの爆笑トークの方、だけ同じハース。顔 <laughs>、顔。顔。 用意してきたと言われる、爆笑トークの方だけオーナーシャー。もう 3D だよ、こっから見ると、マンボが。当たり前じゃん。あ、そっか。当たり前だ、当たり前だ。なんで、なんで俺 2D なのちょっと今、なんでやってただろうなんで俺 2D なんだよって言っただろう、今。言ってません、言ってません。言ってねえよ。えっとね、もう夏の、オンエアもね、夏の終わりだからね。やっぱりさ、恐怖体験。 この、よっちままさんも恐怖体験だったと思うしね、こういうのも。怖いのうん、恐怖体験をね。いいよ。もう本当に俺、怖かった。あのね、帽子かぶってたの。ね。帽子かぶってたら、歩いてたんだよ。公園を。ちょっと待って話下手っすか何ちょっと、俺今、SE とか演出の方に行こうと思ったんですけど、帽子かぶってたけど、 んだよ、なんなんすかね公演をなもう一回初めからやってもらっていいですかある夏の日になそれは2013年歩いてたんだよ公演をあ帽子をかぶってウィズ帽子ウィズ帽子そこの部分をやり直してほしかったのにそこの部分また下手ってどういうことなんですかもう一回頭からいいですかもう頭からです2013年夏 英語にするとある一人の男が公園を歩いていた帽子をかぶってちょっとやだどうしたらもうんでそこんでそこ間違えちゃうんですかちまあいいじゃん何回も何回も同じいやいいからさことの繰り返しでもう終わるから話うんなじゃあ帽子をかぶって歩いてたの帽子をかぶって歩いてたのねそうしたらなびっくりする本当になうんになうん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  あの、つばあるでしょこう丸い帽子にさ、こういう。<ー>ハットのこと言ってのハット、ハットをかぶってたの。だから、そこにな。ハットのこと丸い帽子っていうの、うん、そこの、うん、ところに、半分だけ、うん、全部、半分だけ見えて、セミが止まったの。つばにね。半分だけ見えて、全部、セミが止まったの。<う>何言ってるか分かんない。れ <laughs> <laughs> も繰り返されて、<laughs> 何て言ってるか分かんない。これさ、 笑トークじゃないの怖い恐怖話続けてください続けてっと思っででうわっと思ってバンって帽子をあまりの怖さにじじって止まってバン止まって帽子に止まったのねもう怖くてそれだけでも怖いじゃん怖くてで、バンってやったらセミがひっくり返ったまま動かなくなったのああらら中林さんになで俺そのまま走って逃げたわけで家に帰ったのそしたらさ あのー、セミがな、またいたんだよ。ひっくり返って。仰向けになって。それ別のセミでしょそ別のセミが。いたんだよ。うん、それで、俺が、なんかしんないけど。もうん。まあ、なんか死んねんだ。うん。なんかこう、水を、除湿器の水を、こう捨てようかなと思ったら、そこにいたのちょうど。 お,お、お、お今、今どうなっ今どうなってん今どうなってんの <laughs> え、今一回帰ったのえ一 <laughs> 回帰った <laughs> え今一回帰ったのそうそう、一回帰ったんだ <laughs> え、もう家の中なの今はな。で <laughs>、消器を。いつ <laughs> いつじゃんね帰ったんだよしたらさ、水ばーかあばーって出そうとしたら痛んで、やっぱりひっくり返ったのが。 話順番間違えたけどバってかけ,け,けようとしたらいたのかかけようとしたらなくてこうかけようとしたらいたのかいやかけようじゃなあの水をバって外に出そうとしたら水をまいたのねそしたら除湿器の水をそしたらセミがいてたまたまひっくり返ったうんあれ知ってるじじじじって動いてからまた吸ってまた吸ってどどうなったのお止まっただそのまんまだあのじじじじじがさうん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  怖くねって話なんかすげえ今が一番俺恐怖感じてるこの空気感がジジジジジってセミが鳴くのが怖くねって話だったら1個目だけでよかったね2個目も同じ話なってそれジジジジってなってスッてなってあ向けになってるさおセミさんがいたらさまあ寝てるだけの可能性もあるって発見だよねだ自由…なんうの 夏休みの宿題の自由研究の一つにもなるってお話にならない。えあと短いって言ったから、この話してもらったのに、嘘。なげけし。クソつまんないし。ちょっとちょっとちょっと、ちょっと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 。どうすんのこのオナシャツのコーナー。やめろオナシャツのコーナーなのこれ。まず。ね <laughs> なんだよオナシャスのコーナーってなんだよ <laughs> 声枯れてきたよ <laughs>